はいどうもこんにちは、まみよしです。ということでね、皆さんお待たせしました。超高性能ゲーミングスマホ、レビューあげるあげる言っててようやく届いたので、こちら開封していきましょう。そのスマートフォンがこちら、レッドマジック 5G になります。ゲーミングスマホで 5G にも対応してます。はい、後ろに特徴書いてあります。クアルコムスナップドラゴン865ということでね、最新のチップを搭載してます。そして 5G にも対応で、特徴的なのはこちら、 6.65 インチ 144Hz の有機 EL ディスプレイです。なので 2.5 倍くらいのヌルヌルさで、画面が動きますよと。でファンもついてるので、しっかり冷やしてゲームがカクつくなんてこともないです。でソニー64メガウルトラワイドアングルトリプルカメラ、3カメで64メガピクセルのカメラを搭載してます。でゲーミングショルダートリガーズ、これね、スマートフォンのここにボタンがついてる LR ボタンみたいな感じですね、がついてますよと。で e スポーツインスパイアード RGB ストリップ、これも後で見ていきましょう。でゲーミングステレオでスピーカーの音質もいいですよと。で DDR5 のメモリを搭載してます。でメモリ容量は 8GB になってます。でバッテリー容量は 4500mAh と大容量で、 5G に対応してたり aptX にも対応してます。ということでね、もうスペックを見る限りかなりやばい端末だということが分かったんじゃないかなと思います。ということでこちら開封していきましょう。オープン。おー、あ、でかい、レッドマジックで、こちら画面内指紋認証もついてます。でまあね、ちょっとこれは置いといて付属品の方を見ていきましょうか。あ、電源ついちゃった。で付属品はというと、結構いっぱいついてますね。これがまず SIM ピンに説明書か、日本語にも対応してますね。まあ、これ見ながらね、どこにどんなものがあるのかっていうのも後で説明していきたいと思います。で次こっちはケーブル類かな。あ、ケーブルだけだ。ケーブルが USB-A から Type-C のケーブルですね。このレッドマジック 5G は USB-C の端子を搭載してます。でこちらが充電器になってます。充電器は 12V 1.5 アンペア、 9V 2アンペア、 5V 3アンペア、 18W の充電器がついてます。ということで付属品以上になります。そしたら実際に実機の方開けていきましょう。レッドマジックペリペリを剥がします。おー、画面綺麗。あ、もともとねこんな感じで保護フィルムも最初から貼られてます。はい、で裏面がこんな感じ、すっごいゲーミングっていう感じしますね。レッドマジックのロゴにレッドマジックの文字、そしてカメラがポンポンポン3つあります。ここにフラッシュもありますね。で 5G でパワードバイヌビア、メーカーの名前ですね。まあ外観はねこんな感じで、上の面にねイヤホン端子とかあるんですけど、実際にね一個ずつ見ていきましょう。はい、まず表面からいきます。表面、まずここにフロントカメラがあって、ここが受話口、そしてスピーカーですね。こんな感じのスピーカーがあって、これが光距離センサーって書いてあります。まあ耳をここにやると画面が消えるとか、そういう感じかな。でこちらの画面が 6.65 インチの有機 EL ディスプレイになります。このね画面の綺麗さも後で伝えていきます。で画面内指紋認証がここに搭載されてます。はいね、そしたら次上面行きましょう。上はイヤホン端子があって、でここ、ここにマイクがあるんですけども、ここのマイクはですね、補助ノイズ除去マイクという感じで、周りのノイズを削減するマイクかと思います。で次はまあ下行きましょう。次は下はライトニング端子、これ充電ポートですね。でここが SIM トレイ、ここがスピーカーですね。でマイク、次、右側面行きましょう。右側面がすごくてですね、こことここにね何やら黒いやつがあるんですけども、ここボタンになってます。まあ、ゲーム機でいう LR ボタンです。これを割り振って、例えば ADS とか射撃ボタンとかを割り当てることができます。でここがね排気口になってます。こっち側から空気を吸ってこっちに吐き出すといった感じで、冷却システムもしっかりしてます。であとがここが電源ボタンで音量の上げ下げですね。でこれがトリガー左右で、次左側面行きましょう。左側面はこれがね競技キーって書いてありますね。まあゲーミングモードオンにするかオフにするかのトリガーだと思います。こんな感じでオンオフできます。でこれがさっき言った吸気口に、ここがこれがゲームマイクですね。でここがドックピン、これねドックとかをつなげていろいろできたりするします。でこれゲームマイクということで、普段ねこうやってゲームやると思うんですけども、こうやってゲームをするときにもマイクが塞がれない位置にありますよと。素晴らしい。
で、あと裏面はですね、ここにフラッシュがあってカメラが3つあります。で、ここはなんかカラーチューブライトって書いてある。まあね、電源の方つけていきますか。まあ、今ナビナビ出てるんですけども、これ有機 EL だとこんな感じで、カメラ越しにはなっちゃうんですけども、肉眼ではこんな感じになってません。日本語選択して開始。はい、ということでホーム画面来ました。まずこのホーム画面見て気づいたのは、画面が綺麗すぎる。すごいな。こんな感じです。近づいてもドット見えないね。そんぐらい綺麗で、左上見るとね、 90Hz って書いてあります。今ね、ここのホーム画面では 90Hz で動いてますよと。まあこれね、動画自体が60コマなんで、この滑らかさわかんないと思うんですけど、 60Hz のものとはね全然違いますね。で、これ設定でね、多分144にできると思います。で、 Android はね10が搭載されてます。はい、 CPU が Snapdragon 865 Plus X55M、 これはグラフィックかな。はい、そして設定見ていきましょう。で、設定がね、ちょくちょく日本語化されてない場所もあります。まあただね、基本的に使う場所っていうのはほとんど日本語化されてるかな。されてる部分とされてないところがあるので、この辺はねちょっと惜しいかなっていうのはあります。ただ日本語入力はしっかりできます。はい、でディスプレイ設定ありました。こちらスクリーンリフレッシュレート、これがね 60Hz、90Hz、144Hz があります。一回60にしてみます。はい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 、このねちょっとカクついた感じね。で、次 90Hz にやります。うん、これでねだいぶ滑らかになってますね。で、その上の 144Hz 見ていきましょう。わーやばいわかるかなこれ。これ多分ね、動画越しじゃ分かんないんですけど、めっちゃスムーズです。で、左上に 144Hz って書いてあります。まあね、 PC ゲームとかだとよくゲーミングモニターって言って 144Hz、 まあ今 240Hz とかもあるんですけども、それでねやるとゲーム全然違うんですけども、それがついにスマホにも搭載されたと。こりゃすごいわ。で、 Bluetooth もしっかり使えます。まあじゃあね、Google のアカウントを設定して実際にゲームダウンロードしてやってみましょう。はい、安筒測ってみた結果がこちら、 iPhone 11 Pro と Red Magic 5G です。なんと CPU 性能においては iPhone 11 Pro の 1.5 倍の性能になってます。で、そして GPU 性能はまあ大体同じくらいかな。 11 Pro の方がちょっと高いです。で、メモリ性能は Red Magic の方が 1.8 倍ぐらいで、 UX に関しては 1.2 倍ぐらいかな。そんな感じになってます。11 Pro よりも安いのにスペックはこっちの方が勝ってます。点数で言うと11万点。Red Magic 5G の方が高いです。そしたらゲームやっていきたいんですが、こちらの紹介したいと思います。こちらのボタンオンにしましょう。そうすると、これがゲームモードになります。で、これ RGB LED ストリップっていうのあるんですけども、これね、裏面のロゴが光ります。あ、ここも光ってます。この2つが光りますよと。もちろんオフにもできます。で、クーリングファン、これはファンですね、ファン搭載してるので、端末が熱くなって、かくついちゃうなんていうこともないです。まあ、ファンも回りますよと。で、このレッドマジックのすごいところはゲーミングモードオンにして右からスッと持ってきます。そうするとここにね、オートモードっていうやつと GPU ターボ、 CPU ターボ、スーパーパフォーマンスっていうのがあるんですけども、これにするとね、スペックっていうのがかなり上がります。 GPU が 2.84GHz、 GPU が 587MHz、 これオートモードにすると、はい、 1.38 と305ということで、これにすると性能をかなり引き出せますよと。まあ普通にやっててもね全然カクつくことはないです。で、すごいのがこちらショルダートリガーズ、こちらをオンにして、で、L と R を例えばね、あの ADS と射撃ボタンに設定すると、はい、ここのね LR ボタンがあるんですけど、ここを押すとここが押されて ADS にしたり、この左側の R のボタンで打つことができますと。これ便利だね。まあ、こんな感じで使うことができますっていうのがショルダートリガーズっていうボタンですね。で、これ押した時にねバイブレーションもあります。ブルって触れるんですけども、これオフにすることもできますというのがショルダートリガーズ。はい、次エイムアシスト、エイムアシストをオンにするとこんな感じでね、真ん中に点だったりスコープをつけることができます。大きさも自由自在で、これをつけることによって真ん中がどこなのか、 ADS でどこに当たるのか、まあ、そんな感じでかなり真ん中が見やすくなります。まあ、FPS とかに最適なモードですね。で、次マクロ、これは何かというとですね、ニューを押します。で、射撃、撃つ、3回撃つで戻る、これをフィニッシュを押すと、こんな感じで
マクロができました。これを使うとどうなるかというと、マクロボタンを押します。はい、でシングルユーズは1回それをやる、サイクルユーズはずっとその、動作を続けると。サイクルユーズいきます。ポンポンポンと、さっきやったやつが自動的にずっと永遠に続きますよと。まあそんなモードもあります、マクロ機能で。あとはここから 60Hz、90Hz、144Hz を切り替えたり、ファンのオンオフをここからいじれます。でこれは明るさかで、電話をオフにしますとか、これゲームやってるうちは電話かかってこなくなりますよとか、あとはこれはスクショですね、スクショを撮ったり、まあそんな感じ。このゲームスペースを押すとインストールされてるゲームに飛んで、例えばじゃあ PUBG に移動したいってなったらこれを押せば OK っていう感じですね。で、はい、こんな感じでね、 PUBG モバイル一番重い設定なんですけども快適に動きます。でですね、ここのレッドマジックの文字、ゲームモードで光るだけじゃなくて他にも使い道があってですね、まあ、設定の中のカラフルライトエフェクト、こちらを押します。通知が来た時は緑でフラッシュさせます。そんな設定にすると通知が来た時はこんな感じで光らせることができます。なのでスマートフォンをね、こう裏向きに置いといて、例えばご飯食べてて通知が来た時はこんな感じ光るので、マナーモードとかにしてても気づくことができますと。うん、これ便利だね。で他にも電話は何色とかできて、で光り方も変えることもできます。でアラームだったり充電中だったり、いろんな設定項目があるので自分好みにカスタマイズできます。 SIM スロットはね、あのナノ SIM が2枚入ります。なのでデュアル SIM を使うことができます。もちろん Google Play Store もあります。でコールオブデューティーやっていきましょうか。あ、ちなみにね、フォートナイトはなんか設定の問題なのか30にしか設定できませんでした。で COD 設定はグラフィック最高、フレームレート最大、これ60フレームなのかな、どうなんだろう。で画質もね、全部オンにして一番重い設定にしてみましょう。でやっていきます。でちなみにちょっと画面録画もしてみましょう。これね、多分音入んないんじゃないかな。 COD めっちゃ軽い、めっちゃ軽いっていうかしっかり動きますね。うん、しっかりできます。でスピーカー音質もかなりいいですね。今回マイクテストもしてみます。はい、これがレッドマジックのマイクの音です。いかがでしょうか。結構音良さげな感じはします。でそしたらね、こちらの端末すごいのはゲーム性能だけじゃなく、こちらカメラ性能もすごいので、カメラの方もチェックしていきたいと思います。6400万画素でこちらのボールペン撮っていきましょう。はい、撮れました。え、めっちゃ綺麗、すごいな。これまあこれが6400万画素、16メガピクセルにすると3倍ズーム、5倍ズーム、10倍ズームができます。でこれはデジタルズームかな、どうだろう。あ、これあれかな、6400万画素から切り出して16メガピクセルってことはかもしれないですね。3倍ズームで撮ってみます。うん、めっちゃ綺麗だな。3倍でも外画面はね、ポートレート対応してます。しかも精度もなかなかいいかも。これがポートレートモードで、普通に撮ったのがこれ。でも指までボケちゃってるな。まあ64メガピクセルで撮るのがいいんじゃないのかなと思います。はい、で気になるビデオはですね、なんとこちらウルトラ HD8K ということで 8K 映像が撮れます。で 4K は60コマまで撮れますね。まあ 8K で今回やってみましょう。でビデオエンコーダーも H264265HDR10 で撮れます。まあ H264 でいいかな。これで 8K 映像を撮ってみます。はい、これが 8K 映像になってます。どうでしょうか。あと音声とかもね、さっき綺麗だったのでこれで音声の綺麗さもわかるんじゃないかなと思います。キーボードがあってパソコンがあり、こんな感じです。でこれ動画はね、結局 1080p にしちゃうんですけども、まあ、映像どんぐらい綺麗になるか。でフォーカス速度見てみます。あ、早いね。でこれが 8K でした。はい、じゃあ 1080p にしてみました。どうでしょうか。まあ、フォーカス速度も同じくらいかな。手ブレ補正はどうだろう。手ブレ補正はちょっと微妙かもしれんな。ちょっとやらすとこんな感じになる。まあそんな感じです。でナイトモードもありますね。ナイトモード
暗いところでちょっと撮ってきます。はい、これがナイトモードで撮ったやつ。こっちがナイトモードオフ。うん、ナイトモードオンの方が明るく撮れてますね。で最後、ビデオのインカメ、フル HD で30コマまでかな。で H264 で撮りましょう。はい、ということでこれがインカメの画質になります。はい、ということでこちらレッドマジック 5G、 ゲームをやる方にとってはね、かなりいい端末なんじゃないでしょうか。スペックも高いし、カメラの画質もいいし、であとは有機 EL なので、こう黒の沈み込みがめちゃめちゃ綺麗です。っていうかむしろ発光してないので省電力にもなってます。興味がある方はぜひ概要欄にねリンク貼っておきますのでチェックしてみてください。ということで以上パン。